車椅子ドラマー高則。皆さんこんばんちは、車椅子ドラマーの高則です。今回はですね、フラムについてねやろうと思います。結局ね、ロックドラムってなんかパワー感がねなんか必要だったり大切だったりすると思うんでね、かといってこう闇雲にゴンゴンゴンつってねやるもんでもないですね。いい例がね、以前にもやったね、それのねオープンリムショットなんかもね、力を入れずに、アタックが出るみたいな。でフラムもねその最強バージョンみたいな。フラムっていうのはね、両手同時に叩くのちょいずらすみたいな。とりあえず、同時に叩いていきます。まあこうですよね。これをですねちょっと、右手を開いて、若干ずらして叩いてね、ちょっとゴムの音に、叩いてみると思います。はい、というわけでね、結構大げさにやっちゃったんですけどもね、まあ太っちょの、太鼓の音になったんじゃないかなって思います。な感じでですね、ちょっとフラムを意識しながらですね何回やってみようと思います。はい、というわけでね、フラムは、ロックドラムをやるには結構欠かせないようなね、叩き方だったと思います。なわけでですね、本日もご視聴ありがとうございました。車椅子ドラマー高則でした。おいじゃあ、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してね。